皆さん、いつもご視聴いただきまして本当にありがとうございます。私、先日夢を見まして、普段ですねほとんど夢を見ることがないんですね。もうお布団に入ったらバッタンキューで熟睡なんですけれども、その夢の中にですね、もう一人の私が登場いたしまして、でそれで由紀さおりさんの手紙という曲を練習してみたらどうかという、もう一人の私からの提案だったんですね。でそれで、せっかくそういうなんか曲にご縁がありそうですので、楽譜を探しまして少し練習してみました。今日はその曲を一曲お届けしたいと思います。どうぞお付き合いください。死んでもあなたと暮らしていたいと、今日まで勤めたこの私だけど、二人で育てた小鳥を逃がし、何が悪いのか今もわからない、誰のせいなのか今もわからない、涙で綴りかけたお別れへの手紙、綴り終えたお別れの手紙。ありがとうございました。